ワイルドターキーはオースティン・ニコルズ社が製造するバーボンウイスキーの銘柄。ワイルドターキー蒸留所は1869年にトーマス・リッピーが創業したリッピー蒸留所を起源とする。リッピー蒸留所は持ち主を転々とするが、1905年に創業者トーマスの息子であるリッピー兄弟が再び蒸留所を買収し、順調に経営が行われた。 1970年、バーボンの製造に本格的に取り組もうとするオースティン・ニコルズ社によってリピー蒸留所が買収された。1855年にコーヒー、紅茶、種類の卸売販売を中心としたオースティン・ニコルズ社が設立される。その後、ケンタッキー州のローレンスバーグに後のワイルドターキー蒸留所を建てウィスキー製造を はじめ、1893年には、シカゴで開催された、ワールドフェアで、ケンタッキーを代表する、バーボンウィスキーに選ばれ、全米に、オースティン・ニコルズ社の名を知らしめることとなる。アメリカ政府の禁酒法発布と同時に、ウィスキー製造は中止され、オースティン・ニコルズ社は、食品卸業を中心にやっていくのだが、禁酒法廃止後に、ウィスキー製造を再開した。 1939年にオースティン・ニコルズ社は食品卸業からは撤退、種類の製造販売に的を絞る。1960年代までオースティン・ニコルズ社は自社の蒸留所を所有しておらず、JTS ブラウン蒸留所から購入した原酒をブレンドしたウイスキーを販売していた。1970年にリピー蒸留所を買収して以降は、 上流から上造までの工程を一貫して自社で行っている。1980年にオースティン・ニコルズ社はフランスの種類メーカーペルノ・リカール社に買収される。2009年にイタリアの種類メーカーカンパリグループはペルノ・リカール社からワイルドターキーブランド及びその上流商を買収し現在に至る。ワイルドターキーのブランド名は1940年に遡る。 王子のオースティン・ニコルズの社長、トーマス・マッカーシーが自慢の101プルーフのバーボンを7面鳥、ハンティング仲間に振る舞ったところ好評を博し、仲間の一人が7面鳥にちなんで、ワイルドターキーと名付けたことに由来する。ワイルドターキーの素材となる穀物の構成比率のレシピは公開されていない。原材料について、上流所の最高責任者のジミー・ラッセルは、すべてのバーボンの中で、 トウモロコシの使用量が最も低く、ライ麦と大麦麦芽を多く使用していると語り、その理由について、ウイスキーに香味と風味を与えるためだと述べた。法律で定められている、バーボンウイスキーの蒸留時のアルコール度数は80度以下で、あるが、ワイルドターキーは60度から65度と低めの度数で蒸留される。 熟成時のアルコール度数は54度から55度となり、ボトリングでも低めの度数が保たれる。このため、加水量を少なく抑えることができ、フレーバーや風味を損なうことなく、原酒に近い味わいを残している。豊かな風味と他のバーボンにはないコクの強さが特筆される。完成後、一万一のトラブルに備えるため、 すべてのワイルドターキーのサンプルがオースティン・ニコルズ社で2年間保存される。ラベルに描かれた七面鳥のイラストもワイルドターキーの特徴の一つである。かつてラベルの七面鳥は正面を向いていたが、1999年より横を向いたイラストに変更された。理由は明らかではないが、一説には正面を向いた七面鳥の目が怖いという意見があったために変更されたという。 2011年12月に、ワイルドターキー8年、ワイルドターキー12年、ワイルドターキースタンダードの3種のパッケージのデザインがリニューアルされた。ありがとうございます。